県土八幡平遭難対策委員会伝統旗遭難救助訓練会開会式を執り行います。挨拶方がコースを逸脱して遭難するっていうふうな別なまた遭難が出てくるものかなというふうに危惧しておるところでございます。まあ、事故がなくて当たり前の、まあ、当たり前なんですけれども、このような訓練、まあ、夏も踏まえまして、このような訓練をしていただくということは、大変本当に市にとりましても、心強いものがあると思います。準備に入り、まもなく出発しますよ。今日切り替えるとスタンバイ準備にね、そうしないと人横断がトラバスするんですね。気をつけましょう。で、ラスリしながら15メーターぐらい離れて、ここに行ったら安全さ、両線で行ってたらば下が見えるあたりで交代で上から確認してください。